でございます。はい、メニューはね、こんな感じ、普通のたこ焼きからトロソースたこ焼き、チーズたこ焼きなどで、今回はこのやっぱね、もずくネギポン酢、このたこ焼きを注文してみました。はい、というわけで出てまいりました、もずくネギポン酢たこ焼き。これがポン酢ですよね。これをかけて食べるようになると、お、となんかソースの感じが全然違う。まあ、ポン酢だしね、ネギもかかってるし、はい、なんかさっぱりと食べれるたこ焼き。しまった、猫舌なんだよな。はい、夫婦してゆっくりいただきます。はい、というわけでいただきます。さて、猫舌なんだけど食べれるかな。あ、ほんとだ、このポン酢がすごいあっさりしてていい感じで、もずくが入っております。ポン酢で食べるって結構いけますね。この間バス、那覇からバス乗ったほら、あのなんかあるでしょ、バスツアー、はい、1日乗り放題、で、お兄ちゃん一人で、40代のお兄ちゃん一人で来てたけど、ビール5本にたこ焼き、これいろんな種類、3皿、うわ、すげえ、耐えられた。いや、それぐらい食べれますよ、これ美味しいし、完食です。いや、うまかったっす。ちなみに、あの、はい、ポン酢入れの容器は隣のお兄ちゃんが作ったやつです。お、隣の、はい、方が作られた容器だそうです。はい、琉球焼きを焼いておるお兄ちゃんがいらっしゃいます。なるほど。はい、というわけで、うるま市のたこ焼きハリセンボンでございます。定休日は月曜日ですね。定休日は月曜日、平日は、12時から、夜7時まで営業してます。で、土日は11時から夜の8時まで営業しているそうですので、気軽に、近くにお越しの際はぜひ利用してみてください。というわけでですね、このチャンネル登録、そしてコメントや高評価よろしくお願いします。それではまた。